どうも、武田でーす。さあ、今回はですね、予算20万で築30年のボロ屋をまるっと DIY 住んで分かったデメリットということで、ちょっとデメリットを皆様にお伝えしていきたいと思います。さあ、私ですね、まあ、約2年半前ですね、2018年に築30年のボロ屋を購入いたしました。そして、そこをですね、予算20万でまるっと DIY したわけなんですが、まあどうやってやったかっていうね、まずね、写真で見ていただきましょう。この部屋をですね、こうしまして。この部屋を、こうしまして。いいでしょう？この部屋を、こうしました。で、この部屋、奥をね、こうね、壁をぶち抜いて、ワンフロアにこうしましたと。でトイレなんかも自信作ですよ。トイレはね、3000円でやっちゃったんですけれども、このトイレを、こうやって DIY してね。すごいでしょ？アップにするとこう。こう、ホテルみたいでしょ？いいでしょ？これ皆さん写真じゃなくて動画で見たいなという方はですね、ちょっとここにカード入れときますからね。ここから見れますんで、動画で見たいという方はここ行ってください。概要欄にも入れときますね。さあ、これなんで20万でできたかっていうと、僕の同期のバッドボーイズ、サタイキ率いるサタ工務店のメンバーさんが、もう有志で協力して手伝ってくれたんですよ。人件費なくていいよと。お弁当さえ出してくれれば手伝うから、つって、やってくれたんで、ほんと木材とか台だけでね、済んだ。あとね、もう仲間がね、いっぱい助けてくれたんで、塗料とか、これ余ってるから、つってね、貸してくれたりして、それを使わせていただいて持ってきてくれたものでやったんで、20万でできております。なんで、私、見た目は、最高に満足しております。もうほんと、ログハウス風の家に住みたいんだよって言ってて、その感じにできております。ただ、ここです、皆さん。住んで分かったリノベーション物件のデメリットです、これ。住んで分かったことあります。これね、今、リノベーション物件、これ流行ってるから、リノベーション物件住みたいなと思ってる人多いと思います。購入したいなとかね。これ本当に、私の住んで分かったデメリット、これ聞いたらお得なんで、これを聞いてから購入してくださいね。あと、空き家をね、今空き家問題もありますから、空き家を自分でセルフリノベーションしようかなと思ってる人も多いと思いますが、ちょっとまずは、この話、聞いてからにしてください。まずね、デメリットどこなのっていうところ、ここなんですよ。見えない部分。見えてるところはね、綺麗にできるんですよ。ただ、見えない部分はどうなのかということです。これ本当、家も人間も同じで、見えてる部分って、どうにかなるじゃないですか。私ももう40過ぎてるんで、築40年の物件ですけれども、見た目はね、なんかノースペースのトレーナー着たりとかで、若ぶることできるじゃないですか。もう髭も綺麗に剃るとかね。で、そこ安くしたいな、あげたいなと思ったら、ファストファッションでもおしゃれにはできるじゃないですか。だから、リノベーション物件、皆さん見たら、見た目はおしゃれって思うんですよ。でも見えない部分、これね、見えない部分、ここなんですよ。排水管、排水口。ここは、やっぱりね、まあ、築30年の家ですから、築30年なんですよ。皆さんね、先ほど人間と一緒と言いましたけど、皆さんも、見た目は若作りできますけれども、中のね、このね、食道、胃とか、大腸、腸とかね、この内臓の部分は、やっぱり年取ってるじゃないですか。で、ここ自分じゃどうにもできないから医者に任せるじゃないですか。このね、排水管、排水口っていうのは、やっぱり業者じゃないと無理なんですよ。で、私、この住んだ2年半の間にトイレは両方壊れました。地下と2階にあるんですけど、両方壊れました。で、先日、トイレ、上のトイレがね、壊れて、その時のね、ちょっとね、動画があるんで見てください、こちらね。こうね、こう行くと、こう雑巾いてあるでしょ。で、下にたらい置いてあるんですよ。ここね、水漏れしてるんですよね。で、水漏れしてますって言って点検にトイレの業者を呼んで、で、そのトイレの業者さんが、水を流した時に、あれこれ排水管やばくないですかって言ったんですよ。ちょっと音聞いてください。こう流れるじゃないですか。本当にね、戻ってるんですよ、音が。ボコボコボコってね。これ、排水管が詰まってる証拠らしいんですよ。じゃ、ちょっともう、もう一回、音を聞きます？ね、ね。今からね、こうやって流すでしょ？もう一回流れ切った後に、戻ってくるんですよ。聞いてください。わかりましたかね。一回こう全部流れ切った後に、ボコボコボコってなんか空気と一緒に戻ってくる感じは、これ、
排水管が詰まってますよっていうサインらしいんですよ。で、排水管詰まったらどうなるんですかって俺聞いたんですよ。これね、東京の家、ちょっと築30年とかぐらい経ってる家多いと思うんですけど、狭い土地に建ててて、うちの場合、こう地下にね、駐車場入ってくるビルトインになってるんですよ。で、地下に駐車場あって、地下にお風呂とトイレと水回りがあるところって、汚水ポンプっていうのが地下にあるらしいんですよ。で、これが壊れてるんですよ。で、これが壊れた場合、なんと、汚水が上がってきちゃうらしいんですよ。そうするともう大惨事らしいんですよね。なんでこれは絶対直さなきゃいけないですよと。で、そのね、汚水ポンプの業者さん呼んで見てもらいました。したら汚水ポンプって2個あって、こうツインで動いてるんですけども、片っぽが壊れてると。で、片っぽが壊れた場合両方変えなきゃいけない。これがなんと30万かかりますと。30万か。でもやっぱり汚水が上がってきた場合はやばいから、それでも直しますと言いました。でも30万でどのぐらい持つんですかって聞いたんですけど、やっぱこれね、電化製品って個体差があるから、まあ皆さんもわかると思うんですけど、電化製品買うとき10年持つときもあるし、1年で壊れちゃうときもあるじゃないですか。だから来年壊れる可能性もありますと。だから業者さんはこの取り付ける技術が失敗した場合の保証はもうずっとありますけれども、ね、汚水ポンプ自体の電化製品のメーカー保証は1年しかないんですと。だからまあ極論言うと、1年に1回変えなきゃいけない可能性もあるって言うんですよ。それでもやっぱり汚水が上がってくるの嫌だから買えますと言って買いました。これね、地下にこれね、マンホールがあって、駐車場の地下のところですよ。開けるとこうやってやってね、奥にね、汚水ポンプがね、こう埋まってて、でこの業者さんが開けてくれたら、はい、これ汚水ポンプこんなに錆びてね、劣化してんですよ。これが汚水の中使ってんですよ。でこれを直したと。これが30万かかっちゃいました。で、皆さん、リノベーションマンションに住むのと、リノベーションの一軒に住むの、どっちが得かなって考えると思うんですよ。で、僕の場合は、マンションに住むと、ローンが例えばね、月10万だとしたら、そこに、管理費と修繕積立費が乗っかってくるんで、管理費が1万円で、修繕積立費が2万だとしたら、13万円、月々の払いになるじゃないですか。でも、一軒家だったら、10万円で住むじゃないですか。ね。管理費修繕積み立て費がないから、だからそこの3万円毎月3万円乗るのをケチって、あれなんですよね、一軒家にしたんですよ。でも一軒家のデメリットこれですよ。何か故障した時急にお金が必要っていうね。マンションの場合は管理費と修繕積み立て費を払ってるから、そこから払ってくれるんで、だからね、それどっちが得かなと思って、まあそこはプラマイゼロぐらいかなっていう感じなんですけどね。あと本当にね、排水管、排水口、水回りっていうのは自分の DIY じゃちょっとやれないですから、皆さんリノベーション物件を購入するときに、これフルリノベーション物件ですよって言われると思うんですけど、このフルリノベーション物件というのが、見た目全部をフルリノベーションなのか、排水管も含めてね、そういう配管も全部含めてフルでリノベーションしましたよなのか、どっちか聞いてください。うん。で、ああ、それわかんないですねって業者さん言われたら、ちょっとトイレ流してみてください。ね。トイレ流して、ボコボコボコっていうね、なんか空気が戻ってくる音がしたら、それは配管はリノベーションしてないですからね。その場合のフルリノベーションは、見た目全部フルリノベーション物件ってなっちゃいますからね。だから、皆さん、もしこれからリノベーション物件購入したいなと思ったら、やっぱね、配管、水回りもリノベーションしてありますよっていうところの方がいいと思うんですよね。そしてあともう一つ、フルリノベーション物件気をつけた方がいいところ、僕ですね、だいたいこの家80平米ぐらいなんですよ。で、30年前の図面で80平米ですよって見て買ったんですけど、住んでみたらこれどうやら80平米あるとか思ったんですよね。で、これ気づいたんですよ。ちょっとね、今のね、まあ全てじゃないと思うんですけど、リノベーション業者によってはちょっと手抜くというか、古い壁を取り外して新しい壁つけるんじゃなくて、部屋の壁ですよ、古い壁の上に新しい壁を張っちゃってリノベーションしてるとこあるんですよ。その方が楽でしょ、張っていくだけだからね。一重、最初の図面用か、部屋が一
回り狭くなってるんですよ。でもこれ楽だからだけじゃないんですよね。なんでかっていうと、古い壁を壊した場合ゴミが出るじゃないですか。でも今ゴミってお金かかるから、お金もかからずで作業としても楽ということで、一回り狭くつくっていうのが多いんですよ。これなんで気づいたかっていうと、最初にね、僕壁ぶち抜いてワンフロアにしましたって言ったじゃないですか。壁ぶち抜いたら壁の中にもう一枚壁あったんですよ。なんでこの家、僕が購入前にも一回リノベーション入ってるんですけど、その業者さんが手抜いたんですよね。壁の上に壁張ってたんですよ。しかもフローリングも一回全部外してフローリング張り替えるという方法をね、やってもらったら嬉しいじゃないですか。でもこの家、業者さん手抜いてました。楽な方法やってました。フローリングの上にフローリング張ってたんですよ。でその後僕は DIY でやり方わかんないで、その上にフローリング張ったんで、フローリングがね3枚張ってる状態になってるんで、2センチ2センチ2センチで6センチぐらい床が上がってるんですよ。だからこう天井低いなと思ったら床が6センチぐらい上がっちゃってるんですよ。だから皆さん、この家のリノベーションのやり方、壁ってどうなってますかねって、この図面の平面数と合ってますか、一回りちょっと狭い感じするんですけど、みたいなこと聞いてみてください。そしたら教えてくれると思いますんで、まあ皆さんね、リノベーション物件購入考えてるという方はですね、私の意見ちょっとでも参考にしてみてください。以上、竹戸でした。ありがとうございました。